以前にご紹介しましたね。すっごい簡単でめっちゃ丈夫っていうロープワークなんですよ。まずロープを右から左に通して、左手を手の甲になるように持ち替えます。右のロープをこの甲にですね、一回くるっとこうかけるんですよ。甲にかけて上に出てくる。そうするとここにね、その今かけたやつが出てくるので、これを左手で指でね、少し跳ね上げます。こうね、そしたらこの指が出てきたところにそのままこの末端の紐を引き解けでね、通します。こうで引き締めると、引くと解除できます。